はい、皆さんこんにちは、シュナタンです。はい、今回はですね、年末年始に行ったヨーロッパでの購入品と、みんなからちょっと質問をいただいていた費用だったりとか、持って行ってよかったもの、持って行ったらよかったなって思ったものとかを紹介していこうかなって思っております。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで今回はヨーロッパでの購入品を紹介していこうと思います。まず一つ目が、今これ着ているトップスをゲットしてきました。結構もう上品な感じというか、おめかししたい時とかにも着れそうなトップスなんですけど、これはリフォーメーションっていうところで買ってきました。ロンドンにあったんですけど、ロスのブランドだったかな。でお上品な感じのお洋服がめちゃくちゃあって、最近やっぱりバレエファッションだったりとか、ちょっとバレエモチーフなものが流行っていると思うんですけど、そういう感じでちょっと女性らしいアイテムも気になっていて、で特に気になっているアイテムがオフショルなんですよ。アベンマーからもちょっと SS オフショルたくさん考えてたりするんですけど、本当にオフショルに今目がなくって、これを見つけた瞬間に超可愛いこれと思って、その時試着してサイズも良かったし、であとセールにもなっていたので今回ゲットしてきました。リフォーメーションちょっとお高めかな、どっちかっていうとお手軽な価格帯ではないんですけど、セールだったし、なんかちょっと夜ご飯行く時だったりとか、普段で使うならこれにちょっとカジュアルな、今みたいにスウェット素材のものだったりとか、あえてデニムとか合わせても私は可愛いかなと思うんですけど、そういった感じで合わせられるかなと思ってゲットしました。真ん中にローズのチーフがついていて、これがすごく可愛いです。あとこの色味も可愛いし、ベルベット素材というか、とっても本当に上品なトップスで、女性らしいアイテムなので着るだけで気分の上がるようなお洋服になっております。シルエットも本当に綺麗で可愛いですよね。出しすぎないオフショルで私は気に入っております。続いて2つ目が、じゃーん、こちらのトップスをゲットしてきました。これはね、ロンドンのどこだったっけな、ヴィンテージショップなんですけど、あのブリックレーンに行った時にゲットしたものなんですが、お店の名前は改めて書いておこうと思うんですが、ニットをゲットしてきました。これもすごいお気に入りで、やっぱり私赤が本当に好きだなって思いました。改めて赤ってすごい可愛いじゃないですか、惹かれるんですよね。これも見事に赤だし、これはいろんな糸が混じっているので、なんか真っ赤すぎないし、形もすごく可愛くて、フロントジップのニットトップスなんですけど、結構襟も大きめについていたりとか、丈感はそこまで長くはないんですけど、この前のところもちょっとスリットというか、こういう感じになっていて、ちょっとこう抜け感が出るっていうか、ニットとかってどうしてもごわついて見えたりとか、シンプルになりすぎちゃったりとかっていうのが、私の中で結構ニットって難しいなって思うポイントなんですけど、そんな中でこのトップスは結構1枚着るだけでも可愛いデザインだし、割とスッキリ見えるし、丈感も私は好きな感じだったのでゲットしてきました。やっぱり私はあのブリックレーンがすごく好きな感じでしたね。結構まあヴィンテージショップとかが多いんですけど、日本のヴィンテージショップとかも行ったりするんですけど、やっぱ海外でヴィンテージショップに行くとまた違った感じのお洋服たちがあったりとか、私の今の気分の洋服たちも多かったので、すごい楽しくて、このブリックレーンは本当一日中いても飽きないなって思いました。続いて3つ目が、じゃじゃん、こちらのトップスをゲットしてきました。これもちなみにオフショルのトップスになっております。これは Vlog でもチラッと着てるところ載せたような気もするんですけど、載せないっけ。これもヴィンテージショップ、そのブリックレーンのヴィンテージショップでゲットしてきました。これはホットヴィンテージだったかなって買ったアイテムだった気がします。ディティールがすごい可愛くて、オフショルのこの折り返しの部分もちょっとこうふわっとゴムが何段かに入っていて、フリルっぽくなっているのも可愛いですし、前にこうリボンがついてるんですよね。縦のリボンなんですけど、これも普通にリボン結びとかで縛ってあげて、こんな感じで着るんですけど、ラブリーなディティールではあるんですが、でもブラックっていうので、そこまでこうブリブリすぎないかなっていうのと、最近はでも私は結構ガーリーなお洋服も気分でよく着るので、すごくタイプでゲットしてきました。袖口もこうメロというかフリルっぽい感じになってて、とても可愛いです。これも試着した時に、その友達がめっちゃ可愛いよそれみたいな感じで押してくれたし、店員さんもゴリ押しで超いい、最高最高みたいな感じで言ってくれたので、そうかなと思って買っちゃいました。続いて4つ目が、じゃじゃん、こちらのファージャケットをゲットしてきました。これが結構まあ今回の購入品の中では、まあ、一番こうボリューミーなメインとなるお買い物だったかなと思うんですけど、
ど、私ファンジャケット何着か持ってるんですけど、こういうちょっと激しめというか、結構色のコントラストが激しいと思うんですよ、このファンジャケットって。だからまあすごく派手な感じにはなるんですけど、こういったカラーを持っていなかったので可愛いなって思ったのと、あとこの袖口と裾にリブがついてて、ラインが入ってるんですね、このリブに。これもすごい可愛くて、なんかあんまり見ないデザインだったから、すごい目に入っちゃって気に入っちゃってゲットしました。しかもこれ中もこんな感じで、裏地がね可愛かったりするんですけど、襟も結構大きめなんですよ。だから着た時に割と顔が小さく見えるっていうか、なんかファージャケットってちょっとこうモコッとするイメージがあるけど、このファージャケットは襟までしっかりあるんだけど、襟が割と大きめになってることで、そこまで詰まって見えないっていうか、この首周りも結構好きなシルエットだったので、これはいいなと思って買ってきました。ちなみにこれはデイリーヒューマンビーンっていうところでゲットしました。そこのお店めっちゃ可愛くて、 Vlog でも出てたんですけど、ポップというか変わったデザインのものが多かったりとか、雑貨系もめちゃくちゃあったりしたんですけど、そこで結構私ね今回お買い物たくさんしましたね。なのでもう少しこのデイリーヒューマンビーンで買ったやつがあるんですが、続きましてこちらのビーニーをゲットしてきました。なんかなんて書いてあるんだろう、ミーカルパ、メアカルパ、ちょっと意味分からず買っちゃったんですけど、どういう意味なのか調べてみよう。これでなんか変な意味だったらどうしよう。私の罪っていう意味ですって。メアクルパ、ラテン語なのかな、私の罪という意味らしいですね。ちょっと面白いかもしれない、本場の人から見ると。このデザインとこの色合いもすごい可愛いし、このラインストーンがついてる感じとかも可愛くてゲットしてきました。素材もすごい気持ちいいです。なんか続きまして、じゃじゃん、こちらのストールをゲットしてきました。これも超可愛くて、モコモコした紐だったストールなんですけど、ストライプのストールが欲しくて、1個ビームスでゲットしたやつはあるんですけど、最近そのストライプのストール気になっていたので、ロンドンで見れたらいいなとか思って見てたんですけど、このボーダーのストールを見た時にめちゃくちゃ可愛いと思って、まあ、ストライプではなかったんですけど、この色合いもすごい可愛いなと思って、しかも今まであんまりこうやってピンク系は挑戦したことなかったんですけど、お洋服で真っピンクとかいうよりも、ちょっとこういった小物とかでアクセントとして加えるピンクなら使いやすいかなと思ってゲットしてきました。しかもこの紐立っているので、よりなんか立体感が出て、コーディネートのバランスとかも取りやすいかなと思ってで、あとねデイリーヒューマンビーンで2つリングをゲットしてきたんですけど、最近も本当に毎日と言っていいほどしているこちらのリングなんですが、めちゃくちゃ可愛くないですかこれ。もう超気に入ってる。特に私こっちのキラキラな美獣がついたリングにめちゃくちゃ惹かれまして、リングもめちゃくちゃ種類あって本当に迷ったんですけど、中でもこれがもう輝きを放っていてめちゃ可愛いと思ってこちらにしました。で、あとこのリングは結構太めの、こんな感じで結構ごつめなんですよね。シンプルなので、なんかカジュアルな時でも使えそうだし、ちょっと綺麗なファッションした時でも使えそうだし、いろんなシーンで使える万能なリングかなと思います。続きまして、ベルギーでゲットしたものがあるんですけれども、じゃじゃん、こちらのアイラブ T シャツをゲットしてきました。もうアイラブ T シャツ絶対私今回買おうと思って決めてて、本当はもう各地で買いたかったんですよ。ロンドンでも買いたかったし、これブリュッセルなんですけど、ベルギーのでも買いたかったし、あとはまあフランスの、ね、北フランスの方に行く予定があったので、まあ、北フランスでアイラブパリ T シャツとかあったら買おうかなとか思ったんですけど、まあでもそれはパリには実際行ってないのでちょっとなーっていうのは少しあったんですが、まああったらいいなぐらいで見てたんですけど、結局まあアイラブブリュッセル T シャツしか買っては来なかったんですが、そうロンドンでもね T シャツももちろんあったし、フーディーもあって、それも可愛いなと思ったんですけど、結局ねやめちゃいましたが、でもこのアイラブブリュッセル T シャツは結構お気に入りですね。あんまり見なくないですか、わかんないけど、私的にはやっぱアイラブニューヨークとアイラブパリ、アイラブロンドンもたまに見るかなぐらいで、あんまりブリュッセルっていうのは見なかったので、ちょっと良くないと思って買っちゃいました。本当に最近はアイラブデザインにハマっていました。あそこにもねあるんですけど、アイラブニューヨーク
トートバッグが、あれはちなみにメルカリで買ったんですけど、まだニューヨーク行けてないので本当に行きたいんですが、ピンタレストとか見てると本当に行ってる方が多くて、なんか今までってやっぱ I love ニューヨーク T シャツとかってお土産の T シャツとしてか見てなかったから、まあ、デザイン的には可愛いなとか思ってはいたんですけど、普通に着るのはどうなんだろうなっていう風に思ってはいたんですが、やっぱりそういったピンタレストとかで海外の方とかが着てるのを見るとどうしてもやっぱ可愛く見えちゃって、ちなみにアベモアからも前にね何回か動画でちょっと話したりとかチラッとお見せしたことはあったかなと思うんですけど、フーディーは本当は考えていたんですけど、ニットのフーディーでアイラブモチーフ、アイラブデザインのフーディーを考えてたんですけど、それはちょっとドロップになっちゃってできなくなってしまって間に合わなくて、今あの SS の方でこのアイラブデザインで考えてるものがあるので、ちょっとアイラブデザインの何か欲しいなって思ってる方はちょっと待っててください。本当に可愛いのができそうなのでぜひ待っててほしいんですが、まあ、こういったねお土産なんかもちょっと可愛いものをゲットしてきました。はい、ということで続いてフランスのリール行った時にゲットしたものを紹介しようかなって思います。3つほどあるんですけど、全部同じブランドのところでサブデュードっていうところでゲットしたものを紹介します。おそらくヨーロッパの方にしかないかな。私はでも初めて見たブランドだったんですよね。なんかねブランディとかとちょっと似てる感じで海外っぽいデザインのものとかは多めにあって、あやっぱ多分ヨーロッパでの展開かな。イタリア初のブランドなんですけど、パリ、ローマ、ロンドン、マドリード、アムステルダム、ベルリンなんで、おそらく多分ヨーロッパにしかない気がします。違ったらごめんなさいなんですけど、そう、そこでたまたま入ってすごい可愛くていろいろとゲットしてきました。まず一つ目がじゃじゃーん、こちらの T シャツでございます。本当にシンプルなトップスミニ T なんですけど、この星のデザインが可愛くないですか。立体的な感じで、こういったトップスはねまあいくらあってもいいので、夏とかねやっぱ T シャツ1枚でコーディネートとかになっちゃうから、どうしてもなので何枚あってもいいかなと思うんですけど、シルエットもすごい綺麗で可愛かったし、星のモチーフもやっぱ最近ちょっと気になっているので可愛くて買っちゃいました。続いてがじゃじゃん、こちらでございます。このねオフショルのトップスなんですけど、これまたオフショルだそう、まあ、なんかほんとブランディとかにもありそうな感じではあるんですけど、試着した時にすごい可愛かったんですよ。でブログにも確か試着したところ載せたと思うんですけど、割とタイトめで丈感もまあちょうどいい感じで、でちなみにこれセットアップではないと思うんですけど、まあ似た色同じネイビーでボトムスもゲットしたんですけど、それがちなみにじゃじゃんこちらです。ヨガパンツっていうのかな、ヨガできそうなこういったパンツが最近気になっててすごい可愛いんですよ。なんかベラとかがよく私は着てるイメージがあるんですけど、ウエストの部分がまあ折り返しもできるし伸ばして履くこともできるみたいな感じで、まあ、基本的にはみんな多分折り返して履くことが多いかなと思うんですけど、こんな感じでローライズのちょっとフレアなパンツになってるんですけど、これと一緒に着た時にめちゃくちゃ可愛くてゲットしてきました。よく見るとね色若干違うんですよね。若干違うけどまあセットとして着ようかなっていう感じで買ってきました。まあ本当にヨガもできると思うし、なんかそういったトレーニングとかもできると思うし、普通にこういうのを街でファッションとして着るのも私はありかなって思って買ってきました。はい、ということで購入品は以上でございます。多分帰国してから日が経っちゃってるので、もしかしたら忘れちゃってるものもあるかもしれないんですけど、おそらくこれで以上となります。ということでちょっとあと本当に難点かなんですけど、オープニングで言ってたヨーロッパ旅行についてちょっと話そうかなと思います。まず1個目はやっぱ一番質問が多かった費用知りたいですっていうお声が多かったんですけど、多分詳しく計算はできてないんですけど、旅費代、まず旅費代は飛行機が約16万円ぐらいかな。今回私は航空券は名古屋セントレアから出てベトナムで乗り継ぎがあってロンドンのヒースロー空港に到着っていう感じだったので、乗り継ぎがまずあったっていうので結構お安めな飛行機のチケットで行きました。なので、まあ、16万ぐらいだったんですけど、多分直行便だったりとか時間帯がいいやつとかってなってくるともっと跳ね上がると思うし、本当に時期によってだったりとか日にちによって全然変動があったりするので、そこはもう一概には言えないんですけど、私がかかったのはそのぐらいです。宿泊施設に関してはロンドンで
まず2泊して、その後ベルギーに行って、ベルギーで3泊して、またロンドンに帰ってきて2泊っていう感じだったんですけど、最初のロンドンの2泊とベルギーでの3泊はどっちもエアビーを取ってて、最初の2泊は2人で割り勘だったんですけど、確か2人で3万いくらぐらいだった気がします、2泊で。でその次のベルギーでのエアビーは3人で割り勘だったので、人数的にもちょっとお休みになったかなっていうのもある。おそらく1泊2万とかなのか、全員でかなっていう感じですね。でその最終の泊まったホテルが、まあ、Vlog でもお話はしてるんですけど、ロンドンに30日に帰って、あ、だから本来は3泊する予定だったのか、3泊する予定でした。でもその30日に帰れなくなっちゃったので結局2泊になったんですけど、30日に帰って年越しをそのビッグベンのあたり、ロンドンの大きな時計台とかロンドンアイ観覧車の近くとかで年越ししたいよねっていう風に話していたので、年越しの混み具合とかもちょっと分かんなかったから、最悪ホテルからでも見えるところでもいいかもねっていう話になって、結構いいホテルを取ったんですよ。3泊で2人で23万円ぐらいだったので、まあ1人12万いかないぐらいかなです。高いよねマジで。なんか今はもう本当に高いなと思うんですけど、なんかその時はもう麻痺しちゃってて感覚が。でもその周辺で一番まだいけるかなぐらいのところを取ったのであれだったんですけど、いや今思えば普通に高っって思いますね。3泊で1人11万って相当な高級ホテルですけど、なので全部で多分まあ16万とかぐらいかな、ホテル代はかかりましたね。ホテルも本当に自分の泊まりたいところだったりとか、どんだけ妥協できるかとかによって全然変わってくるかなっていう気がしてます。あとは本当に物価が高いのかな、きっとか、今の日本の円安とかですごい高くなってるのかな。でもそもそも多分物価が高いと思うんですけど、それプラス本当にその円安とかの影響もあって、物、食べ物とかもう洋服とかもそうですけどが本当に高いです。だってちょっとカフェ入って軽食食べようとかなっても、そのブリックレーンで食べたクロワッサンとかも1個500円とか、ドリンクも本当に普通によくあるサイズなんですけど1000円1200円とかもそんぐらいするし、食べ物系とかはマジで高いなって思います。途中からね、もうなんか計算もするの嫌だなって思っちゃって、本当あんまり気にしないでって言ったらあれですけど、本当にあんまり考えずに過ごしてましたね。お水だけでも本当に高いし、言われてたことなので覚悟はしていったんですけど、にしてもやっぱり高かったなって今思ったら思います。まあ、今回私は8泊10日だったっけなぐらいで、まあ、突然のね出費とかもトラブルあったので、それは詳しくはブログ見てほしいんですけど、前もって払ったのでいくと多分旅費は35万4万ぐらいですかね、かなっていう感じです。でそっからはまあご飯代だったりとか、もろもろの交通費とか、こういったお土産代とか合わせると多分全部で50万60万ぐらいは使ってるのかな、おそらくですけど。結構私たちいろいろ飛び回ったりとかもしたので、その交通費とかも含めてではあるんですけどっていう感じです。はい、であともう一つ持っていて良かったものとかを教えてほしいっていう風にお声をいただいていたので、それもちょっと紹介しようかなと思うんですけれども、パッキング動画も出しているので、私が何を持っていったか本当にそこに全て詰まってるんですけど、これは持っていって良かったなって思ったものは、デリケートゾーン用のシートと、あとドライシャンプーとスリッパとドライヤーもね良かったんですよ実は。とあとやっぱスキンケアとかそういうケア系のものは普段自分が使っていて自分に合うなとか、結構本気のものを持っていったので、私はそれもすごい良かったなっていう風に思ってます。あ、でもあとは変換プラグ系とかかな。結構私今回いろんなコンセントが挿せる、普通に日本のコンセントも挿せるやつだし、あとタイプ C もあったり USB もあったりとか、本当にいろんな、なんていうんだっけ、タコ足っていうんだっけ、なんていうんだっけ、いろんなのがついてるやつ持って行ったんですけど、それもすごい良かったなって思ってます。まずデリケートゾーン用シート、ドライシャンプー、スリッパあたりは、まあ、飛行機の機内で使えるかなと思って持って行ったんですけど、今回私たちの飛行機がやっぱ乗り継ぎっていうのがあったので、1日2日ぐらいお風呂に入れない時が続くので、そこら辺のアイテムはマジで持って行ってよかったなって思います。デリケートゾーン用のシートは今回私その旅行期間生理がもろかぶりしちゃったんですよ。行く時点で来ちゃってて、そんななんか1日ぐらいお風呂に入れない日が続くとか、まあ、地獄じゃないですか。それでめちゃくちゃ持って行ってよかったなっていう風に思いました。だいぶ
助かりましたね、それに、まあ、なくてもめちゃくちゃ優秀なアイテムだなって思います。結構ねスッキリするのでおすすめでしたね。で、あとまあドライシャンプーも頭もね洗えなかったりするので、まあ、キャップとかはかぶっていったんですけど、やっぱり頭皮の匂いだったりベタつきとかも気になっちゃうので、本当にドライシャンプーもスッキリするっていう面で持っていってよかったなと思います。あとまあスリッパもう飛行機に乗ってる時間がどうしても遠い分長いので、スリッパに履き替えて過ごすことでだいぶなんかストレスというかが軽減されたなと思います。やっぱり楽だしっていう面で持っていてよかったなっていうのと、あとスリッパはマジで大活躍だったんですけど、着いてからも場所によるかなとは思うんですが、ヨーロッパは基本的に日本と比べちゃうとやっぱり水回りとかがちょっとまあ汚めかな、言っちゃうとストレートに言っちゃうと汚めだったんですね。で、まあ、今回そのエアビーとかで泊まってるじゃないですか。ロンドンで泊まったエアビーが人と共有のところだったりしたので、やっぱ知らない方もその水回り使うし、やっぱり結構ね本当にひどかったですね。びっちゃびちゃとかも全然あるし、髪の毛めっちゃ落ちてるとかもあったし、海外の人でも、でもお家の中も靴で入ったりするからそれが当たり前だからだと思うんですけど、基本的にスリッパっていうものが常備されていなかったんですよ。でもやっぱ日本人ってこう靴履き替える文化があるので、どうしてもお家の中を靴で歩き回るのって私的にはちょっとうーんっていう感じだったんですよ。友達もやっぱ脱ぎたいってなってたので、そこ意見あったからよかったんですけど、だからもう基本的に持って行ったスリッパで過ごしてました。もうなんならもう2つぐらい持ってってもよかったですね。飛行機の機内で履くスリッパと、あとは水回り用のスリッパ、風呂上がった後とかビーチサンダルとかゴム系のサンダルとか水回りも大丈夫みたいなスリッパは持って行ったらよかったなって思いましたね。でドライヤーですね。ドライヤーはね、私パッキングでね、一応持っていきますみたいな感じで言ったんですけど、コメントで、いや絶対いらないよ、シナタンみたいな。持っていきすぎだよっていうコメントが結構来てたりしたんですけど、ドライヤー今回の場合は持っていってよかったです。っていうのもですね、最初に言うと、全部ドライヤーはちゃんとありました。私は、そこもまず不安だったので持っていったっていうのもあるんですけど、全部まあありました。なんですけど、まずそのロンドンでね泊まったエアビーで、友達が先にお風呂入って、でドライヤー使おうとか言って、友達もドライヤー持ってきていたので、自分のドライヤーを使おうとか言ってバーって出してコンセントつないで乾かそうとするじゃないですか。でその電源入れた瞬間ブーンって言って、その一発だけ音が鳴ってもう使えなくなっちゃったんですよ。変換プラグの問題とかいろいろ考えたんですけど、後々調べてね、原因だったのが、友達が持ってきてたドライヤーがリファのドライヤーで、リファのドライヤーがね海外対応してなかったんですね。アイロンは海外対応してるんですよ。私も今のアイロン使ってて、何回もその韓国とかでも使ったことあるし大丈夫なんですけど、ドライヤーは海外対応してなかったっていうやつで、電圧とかが違うから一回つけちゃうと中のマフラーって言ったかな、なんかが燃えちゃってもう焦げちゃって、結局もうそのドライヤー使えないみたいな感じでネットで調べた時は書いてあったらしくて、もうその時点で友達はもうガン萎えですよね。だってずっと愛用してた、しかもリファの高級ドライヤーがその1回で使えなくなっちゃったんですよ。でもすっごい焦げた匂いするし、もうドライヤーも熱くなってて、でも私も一応ドライヤー持ってきていたので、私の使うとも言ったんですけど、一応なんかそのエアビに置いてあるか見てみるわって言って引き出し探してたらあったので、それをねこう使おうとコンセントさしてつけてみたんですけど、それもつかなくって、電圧が自分で変更するタイプのドライヤーなので、おそらく多分そこに泊まった方が知らずに電圧違う電圧で使っちゃったのかな。そのドライヤーも結局多分壊れていて使えなくて買ったんですよ。持っていてよかったです。私のドライヤー最後の一つ、ドライヤー3個中2個壊れて、私の残りの1個が役に立ったっていう、その時結構わマジで持ってきてよかったって思いました。私はその海外対応のやつを Amazon でゲットして持って行ってたので、なんとか無事に使えたっていう感じですね。そうだからこれも私のこの今回の場合は持って行ってよかったなっていうアイテムなんですけど、でもドライヤー常備は一応全部あったので、これは持って
行かなくてもいいかなとは思います、まあ、ただベルギーのエアビーでもドライヤーってそれをみんな最初使ってたんですけど結構乾きが遅くてそれにちょっと時間かかっちゃったりとかしてたので結局私が持ってきたドライヤー使ったりとかしてたからそういう面では自分のお気に入りのドライヤーとかがもしあればでそれが海外対応だったら持っていくのはありなんじゃないかなって私は思います。であとまあケア系ね、その本気のものがいいって言ったのはヨーロッパって日本と水がそもそも違ってヨーロッパ香水なんですね。そうだからその香水が合わなかったりすると本当に髪の毛もギシギシになっちゃうし肌荒れも起こすみたいな感じでその実際ワーホリに行ってる子が言ってて、私は今回多分水で肌荒れしたっていうよりかはグルテンを取りすぎてそっちで肌荒れをしたってだと思うんですけど、やっぱ最後の方後半とかニキビできたりとかしてたのでやっぱケア系とかはいつも自分が使ってて信頼できるものをちゃんと持っていくのが私はいいと思います。お米もあるっちゃあるとは思うんですけどほぼほぼグルテン生活なのでそこは覚悟した方がいいかなって思います。まあ、なので持っていったらよかったなって思ったもので言うとやっぱりご飯系、即席のご飯とか味噌汁とか日本食もちょっと恋しくなるのでやっぱ1週間だけでもそこら辺ももし余裕があれば持っていくのおすすめですね。私も本当はパッキング動画でも言ってたけど非常食のご飯があったので持っていこうと思ったんですけどさすがに私のこの大量の荷物だとスーツケースに入る余裕がなかったので諦めちゃったんですけどそれももしあったら多分食べてたし良かったかなっていう風に思います。でもあと変換プラグとかはやっぱ私何回か韓国行ってるじゃないですか。韓国は持っていて損はないと思うんですけど絶対必要だなっていう感じはなかったんですけどヨーロッパは私は変換プラグは結構必須アイテムだなって思いました。であとあの USB のタイプの充電コードがあるとめっちゃいいなって思った。飛行機とか空港とか USB タイプをさせるところはあっても今のこのタイプ C とかのさせるものはなかったりするので USB タイプのコードあると結構便利かなっていう風に思いましたね。このぐらいかな多分思いつくのはこんな感じです今のところ。あ、で現金は結構いらないですね。ヨーロッパはもう本当にキャッシュレスが当たり前みたいな感じなので私も全部カードとかもこの Apple Pay クイックペイとかなんかあるじゃないですか。ほぼもう携帯で払うみたいな感じが主流だったので逆に言うとカードがないとちょっときついかもなっていう感じでしたね。ちなみに私はビザ、マスターを主に使ってました。 JCB はやっぱ日本のカード会社なのかな。 JCB は基本的には使えないと思うのでビザ、マスターとかアメリカンエクスプレスとかがあるといいんじゃないかなと思います。はい、ということでちょっと長くなっちゃったかもしれないんですがこんな感じでございました。参考になったら嬉しいなと思います。私ももうすでにヨーロッパ行きたくて行きたくてたまらないですね。やっぱ本当に何回も言うけど本当にもう異世界な感じで見るもの目に入ってくるもの全てが日本とは全然違う雰囲気だったりとか映画でよく見る感じとかだったので夢のような空間国でしたね。そう Vlog も3本なんと3本に分けちゃいましたがあるのでそれもぜひぜひ見ていただけたらより楽しくご覧いただけるのかなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。